とは封印するだけぞ。こう、くやオビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど、輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。まずい。奴が次に狙うのは。さあ、次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ。クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前、あなたの時の実をオビトに。まあ、それは俺の計画のうちだった。てめえ、皆さん。さて、どうぞお前には眠ってもらう。美獣モルタ。美獣のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達気分か。おめでたいやつ。なるほど、やはりお前は普通の人柱力ではない。まあ足玉細胞を持っておるのは多少の傷など無意味だがな。なんだ、この程度か。理想がいいのは口だけだ。
クラマ、チャクラはまだたまんねえのかよ。もう少しで、もう少しでたまりきる。今の俺を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。余裕ついてるじゃねえぞ。それは俺がぶっ倒すからな。余裕？勘違いしてる。俺はただお前と遊んでやっているだけ。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。今だ。おう、重ねろ。これだけやれば、うん、遅くなりました。マダラ様、持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは銃尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ。見ておけ。リンボ変国。何かしてくるかもしれねえ。注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ん？ナルト！心音が。美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。さて、
は数少ないウチハの生き残りだ。その俺の勇気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。どうしお前に残された時間は少ない。ナルトとは違う。頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。エントリー！スサノオカグツチ！植え付けろ！それでいい。ウチハは交渉に戦うべき。お前は生き返ってまで何を望む？柱の時代はとうに終わっている。柱間のなし得なく変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した善人柱間のなし得。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限必要だ。そうだ、それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界だ。お前の描く世界は全くの理解がないのではない。だがそれはお前の出さまるべき夢ではない。まだだ。そのまま眠っていろ。もうこの世にはお前は必要ないのだ。終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。うわ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これはたとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早く死ねと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に死なせるもんか。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは。そして時は急転する。自称決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は。あんたは強い。あんたは負けない。
来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も それが人道だから。許せサスケ、また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。本当の里を作る。本当の影を示すまで。俺は しつこいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴はクロゼツという名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生。サクラ、一体どう。ナルト、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。貴様。うわえ、先生、
どうなったんですか？すまない、奴にキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ。すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様。遅いぞ、クロゼツ。こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません。ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう。左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ。マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺は火影を語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉オビトだ。これはいただく。
カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せる。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。わかった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前に預けた全て返してもらうぞ、オビト。この目をただでアンタに返すと思うか。フッ、少々キャラになってしまう。仕方ないだろ。任せろ。逃げられんぞ。世界が失敗していると分かっている。いいか、陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力の方。イントンライハ。あとは頼んだぞ。もちろん。愚かな行為だ。準備をするぞ。イントンライハ。あとは頼んだぞ。戦法イントンライハ。返すよ。イントンライハ。距離を取るか。準備をつけだ。
これで行くぞ。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だがやっと。辿り着いた。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、ゼツは任せたわよ。なんすか、いきなり。苦しみどりもらいましょうか、皆さん。僕を倒して先に行くつもりっすか。無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。どちらがお仕置きしてあげないとね。よっと、オロチマル、よっとよっと。わしを死に追いやったお前とまさか共闘することになるとは。音、大炎軍の術、邪魔はさせん。ここでおとなしくしておれ。道は開けたぞ。
いてて。あとはわしに任せよ。ではよろしく。サスケ！誰だてめえ。サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさいカーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもアイス。サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。オロチマル様、カブトさんの考えを変えたそのイザナミって術はどんな術なんすか。イザナミはウチハに伝わる道術の一つ。一度術にはまってしまったらその考え、いや心を入れ替えねば決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといってすぐに認められるわけがない。何度も何度も何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。ウチハイタチ！このルートから逃れる術はあるはずだ。さあ今の僕はイタチ以上の存在に解けないものだ。先方爆撃の術。己に助けた。それが僕の力だ。その行為に間違いなどない。こっちは熱い。
況は変わらない。前に戦った時と同じだ。これが終わさあ先鋒迫撃の術ハズレオタオレオロチマル様になりかわり完璧な存在になった。なのになぜオレ先鋒迫撃の術先鋒無期転生行き過ぎてるだろこの力。はあ！表は。おお！はっ！ちょっ！ああ！こっちだ。さあ、行こ。ああ！どうしたこんなループ。いや、わし。それではダメだ。さあ、やれやれさ。先鋒おっと先鋒これはどうだおっとおっとせいこれがオロチマル様の大した僕はずっと僕は一体倒したはずなのにまたループか。何が間違っている。僕は完璧なはずだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。完璧である僕が僕なら完璧でない僕は僕ではない。じゃあ今の僕は何だ。何度もループするにつれ僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず自信も消えうせ。わからない僕は。さまざまな記憶が体の中から消えていくようだった。だけどどうしても消えない記憶があったんだ。それは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時、あの場所で、僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わっても、あの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時。そこで解放されたというわけね。そう。いい風じゃない。